今ちょっと近所の花屋さんに来ております。めっちゃでっかい、すっごいでっかいところができて、ここなんだけど、これ全部がそうなのかな。こちらのファーイーストフローラーっていうとこなんだけど、ここは何ですかね。あ、カフェだ。カフェだった。入り口、うわ、めっちゃでっか。すごいね、地下もある。一番上から見てみる。4、5はカーパークで、6、7、8みたいなのはないな。ということで、スカイガーデン屋上に来ました。これめっちゃ可愛くない？エアーのこういうのいいよね。これとかハーブプロデュース、すごい。あ、私なんかパセリ欲しいのよ。そう、私はあれ、今日は家でちょこっとちっちゃい、なんつうの、観葉植物が買えたらいいなと思ってて、旦那さんはお店でなんか置けるような切り花が買えたらいいなっていう感じで来たんだけど、どれ？あ、でもイチジクって結構すぐできる。私の友達の家に58ドル。もう私が日本行ってる間に枯らしちゃうでしょ。また来月日本行くからさ、そう、植木買ってもさ、私が日本に帰るとめっちゃ枯れてんだよね。暑い、暑いね。ここ用事ないよね。そう、ということで、もうここはこのエリア暑い。下降りよ。9階に降りてきた。なんか9階はなんかグッズ的なやつと、こういうの欲しいな。本当？風水的に良さそうだもんね。バリっぽくて良くない？フレッシュフラワー。あ、なんかぐるっと回るんだよ。お、じゃじゃーん。いいね、切り花があるからさ、涼しい。独独しい。おかしい。あれ買いとか。カラー買おうかな。これで19ドル。なんかクリスマスとかお正月にこういうのいいんじゃん。あ、4.2ドルだっけ？普通のスーパーでちょっと安い。へえ。なんかトマトも美味しそう。なんかコストコみたい。あのでぐらい。3.9 安い。これ買おう。あ、リンゴ食べたい。ねえ、これいくらだと思う？9ドルか。1個450円。ちょっと悩む。こっちにしようかな。これ買おう。美味しいかな。ナチュラル系の。あ、これ安いかも。カゴ持ったままいなくなっちゃう人がいる。これペット用品。では1階です。サボテン買おう。家に置くさ、ちょこっと置く植木が欲しいの。なんかさ、ガラスのさ、あった？あ、めっちゃいいやん。こういうのどう？白がいいかな。どう思う？これ地味？黒。え、茶色は嫌やわ。なんで？え、茶色は変やな。え、これが綺麗。これ可愛くない？これがいいか。これにしよう。これをリビングに。サボテン買おう。え、やっぱサボテンこういうのが可愛いんだ。
なあ、それ好きやな。地下1階。おお。なんか地下1階はあるやな。お花、あ、シクラメン。お花付きの植木って感じ。あ、カラー。黄色めっちゃ可愛い。外はすごい。ちょっとカラーがあれ、あの赤い葉っぱみたいなやつ。さあ帰ろう。なんかスイッター。でもなんかちゃんとしてるよメニュー。何の？どんなメニュー？刺身。え、あそこ？三点盛りとか。なんか丼ぶりものしかないんか。茶碗蒸し、カワハギ、エイヒレ。刺身が。三点盛り。甘エビ、ホタテ、タイ、ハマチ。なんかそう肉食べたの。天ぷら、トマテバタキ、チラシ丼。肉食べたの。鶏肉以外の肉。いや、牛しかねえやん。日曜日お疲れ様です。乾杯。いい焼肉屋があったと思ったら、前がやったとこだった。武器手間の。あそこいまいちよな、コスパ悪いよな。そうやったらジャンジャンの方がいいや。もう忘れた。ピザとか食べる家でかぼちゃのスープあるし。出かけるめんどくさ1位。デリバリーはもうオーダーして待つと思ったら出かけた方がいいな。でも自分でもし作るってなったら、作って食べて洗い物やん。大変主婦。でもシェイクシャップとかでもいいような気がしてきたけど。どう思う？じゃあピザはあんねん。冷凍ピザはそれチンしたらないいねんけど、さっきの私の話聞いてた？聞く、それは聞こえてた。冷凍ピザか食べる？やって、もう残業だ。めんどくせえな。なんか作ろうかというか、ほんまにチーズばっかりしかないでいい？うちの家電は全部シンガポールから気任になる人から譲り受けたっていうか、もらったりとかすることが多くて、トースターもこれももらったんだけど、パンはフライパンで焼いてるから、もう本当冷凍ピザだけのためにある。うちのトースト、チーズをアドして、モッツァレラチーズ。お、わー、おいしそう。イタリア在住とかさ、フランス在住の人の YouTube なんか見てるかな。この系のハムがめっちゃなんか食べたー思って。残ってるチーズうまっ。で、あのレモンのフランスのオリーブオイルにしてあって、バルサミコ、で、このリンゴはチーズプレートに乗せようと思ったの忘れてた。あったくるみちょっと散らそうか。あれをちょっと違うとこに置いて、で、ここにバラ置こうかな。梨をこれしかないからね。スープ。じゃじゃーん。いた。旦那さんは家ではお茶。
はい、ということで日曜日のディナーと、てか今日の休日でございました。我が家はいつもこんな感じです。ただこんな感じが、こんな動画がいいなと思ったら、いいねとね、登録お願いします。皆さんも良い休日をお過ごしください。